鬼はね、もっとカラードンナで覆い尽くしたいと思われる方のためにですね、挿し木をして増やしていく企画をしていきたいと思います。めちゃめちゃ人気ありますよね、カラードンナ。血管を一つね埋めてあげると発根がしやすくなる確率が上がるかと思いますので、茎の切り口はこうやって斜めにね、こうやって斜めにチョキンと切ってあげてください。これで挿し木の完成です。大事なのはこの後の置き場です。絶対にどこには置かないようにしてください。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は皆さんが大好きな宿根草、じゃん、こちらサルビアネモローサカラドンナを増やそうということで、今回は保険株だったりとか、お庭にね、もっとカラドンナで覆い尽くしたいと思われる方のためにですね、挿し木をして増やしていく企画をしていきたいと思います。今回の動画を見ていただければ、サルビア全般のですね、挿し木の増やし方がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はですね、宿根草の中でもね、昔からある品種サルビアネモローサカラドンナについて、増やし方について話をしていきたいと思います。本当にね、本当なんて言うんだろう、めちゃめちゃ人気ありますよね、カラドンナ。なんといってもね、このブルーね、紫というか、この穂ですよね、穂先がとても綺麗で、まあ、生育旺盛でおすすめな品種だと思います。病気にも強くて、寒さ暑さにも強いので、やっぱしね、ある程度適当な管理でも枯れなかったりしますので、人気がある品種なのかなと思うんですけども、こちらの品種ね、基本的にノンバテ品種登録されてない品種、一般的な通常品種になりますので、挿し木をしても全然問題ありません。注意していただきたいのは、サルビアネモローサカラドンナがそれで当たって、サルビアネモローサの中には品種登録がされている品種結構あったりしますので、そういったものをですね、勝手に増やして販売とか渡すのは基本的には NG になりますので、注意をしてください。で、今回はですね、そんなサルビアカラドンナをですね、増やしていこうということをやっていきたいと思います。じゃあ早速ですね、準備するものから説明していきたいと思います。準備するのはね、簡単。このね、サルビアネモローサのカラドンナですね、こっちで見てくださいね、古い葉っぱこんな感じでとろけちゃって今いるんですけども、新しいね、新芽が出てきています。これね、挿し木をするのと合わせて、このね、今のね、株もですね、成功性にするためにね、掃除もしていったらと思います。で、実際に今回はですね、視聴者の方もですね、簡単にできるように、こういったね、スイートポットにですね、赤玉を入れて、それにぶっ刺していくっていうような感じでですね、挿し木をやっていきたいと思います。で、実際ね、こんな感じで、こちら1回使っているポットなので、ちょっとこれを簡単にね、まず水洗いをしていきたいと思います。こんな感じで水洗いをしていきます。はい、こんな感じでね、ちょっときれいにしました。じゃあ実際にね、赤玉を入れて挿し木をしていきたいと思います。トリット鉢なんですけどね、余談なんですけど、ちょっとね、硬質のスイート鉢、黒に比べたら若干ね、この白少しね、2年ぐらいは大丈夫なんですけど、3年ぐらいになってくるとこんな感じでちょっとパリパリってね、していくので、ちょっと注意が必要かなと思います。もっと大きいね、種具とかで使うなんか A20 とか A25 だったら、こういったことはないかと思うんですけども、通常のこのね、スリット鉢はちょっとそういう傾向があるかと思いますので、注意してもらえるといいんじゃないかなと思います。でもやっぱ白綺麗でいいですよね。はい、じゃあ赤玉土をちょっと入れてみましょう。はい、こんな感じで赤玉土を入れてきました。でね、このままね、刺してもいいんですけどね、赤玉土乾燥してますので、このまま刺しちゃうとカラドンナのね、水分が一気に取られちゃいますので、これたっぷり水で濡らしていきます。たっぷりね、下から水がね、出るぐらいたっぷり濡らしていきましょう。はい、これでね、たっぷり水が入ったので、大丈夫だな、入ってますんで、で挿し木する方をね、取っていきたいと思います。こんな感じで伸びてるところを引きに切りましょう。こういう伸びてる木をチョキチョキ切って、こんな感じでね、こっちはこっちで親株の方はこんもりになる感じで切ってもらえるといいんじゃないかと思います。
同時に合わせてね、こちらの親株もきれいにしていけたらと思います。よいしょ、こんな感じね、はい、こういう枯れてるやつはね、引っ張ったらポンって抜けますので簡単に抜けるかと思います。こう切っちゃって、今やってるのが夕方なので別にね、これ水とかにはつけないんですけども、もし日中とかされる場合だと水とかにつけてあげた方がいいと思います。今はね、日陰になってきてるので問題ないかと思うんですけども、ね、日中とかだと一気にね、水分飛んじゃいますので注意してください。いや、やっぱ挿し木先にしようかな、挿し木先にしましょう。こんな感じですね、方がありますんで切って、こうやってチキンと切ってあげる、こういったのもたくさん作っていきます。まあ、できたらね、この石棺を一つね、埋めてあげると発根がしやすくなる確率があるかと思いますので、そうしてみてください。サルビア自体はですね、石棺の節のね、この継ぎ目がなくても発根しやすいんであれですけども、ね、こんな感じでね、あんまりたくさんね、大量にしない場合だと全部ね、こうやってこうやって葉っぱを1個一節落としていただいてやってもらう方がいいかと思います。下になればなるほど発根率がちょっと下がってきますので、その辺を注意してください。なのであまりね、下まで無理してやらないようにしてもらった方が、してもらった方がいいかなと思います。今回はちょっとね、オキシベルンとか発根促進剤をつけずにやってみたいと思います。サルビア自体がね、まあ、生育旺盛なので発根促進剤つけなくてもね、多分問題なくできるんじゃないかなと思います。結構取れますね、やばい、切りすぎた、結構取れる。こんな感じでちょんちょんちょんとして、で切るときに断面は斜めにしてあげると水の吸収が早くなりますので、茎の切り口はこうやって斜めにね、こうやって斜めにチョキンと切ってあげてください。やべえ、見た取れる、こんなはずじゃなかった。よいしょ、あとはね、こういった葉っぱが多すぎると葉っぱの蒸散ですね、葉っぱの方が呼吸をして水分をね、たくさん必要になってきてしまって葉っぱがしおれる原因になりますので、こういった葉っぱが多い場合はもうちょっと葉っぱをね、取っていただくか、こんな感じで葉っぱを切っていただくっていうのをね、してあげるとワンポイントとしてはいいんじゃないかと思います。このね、できたやつね、せっかくなんでね、通販サイトで売ってもいいですよね。ちょっとどうしようかな、欲しいっていうね、声があればね、そういったのも考えたいなと思いますんで、もしよかったらコメント欄にね、書いてもらえるといいかと思います。ただね、カラードンナだけじゃなくていろんなね、宿根草いいやつありますんで、そういったものをね、セットで販売と本当だったらできたらいいかなと思いますんで、なんかいいアイデアあればね、ぜひぜひコメント欄で書いてください。待ってます。あ、これとかいいですね、黒くて、うん、いい感じで、あまり大量に、今回大量になっちゃうんであれですけど、あまり大量にね、同じところにやると蒸れる原因になりますので、その点だけはちょっと注意が必要かなと思います。はい、ちょっとね、結構できたので刺していきたいと思います。ちょっと使わないところの茎を切って、ちょっとね、串がないので、多分ね、これ結構高質の赤玉なので硬いので、普通に柔らかい部分を、柔らかいんでぶつ刺したら折れちゃったりします。折れちゃうとどうしてもね、発根が阻害されたりしますので、折れないようにしておくのはとても大事になります。なのでこういったね、本当だったら竹串とかあったらいいですよ。こうやって竹串の代わりにこれを、あ、硬いですね、こうやって押して、こうやって埋めていただくみたいのをした方がいい、してあげた方がいいかと思います。やばい、たくさん、どうなるんだろう、いや、蒸れちゃいそうだけど、まあやってみましょう。こうやってね、こうやって穴を開けてあげることで、ね、スッと中に入ります。イメージとしてはこの石棺プラスアルファはですね、葉っぱの付け根ぐらいとかこの手前ぐらいまでね、入ればいいかと思います。ズボズボ刺します。ちょっとこれでかいな、でかいんでもっと落としましょう。
はい、こんな感じで完成です。じゃあもう一回やっましょう。結構ね、この刺す時のね、気づかない時にちょっとボキッと茎が折れてしまって、うまくね、発根せずに刺し木の方がね、腐れてしまうということがあったりしますので、ここはね、注意が必要です。もうちょっと刺せるのでね、この筆圧を使っていきたいと思います。あと3つぐらいやろうかな。はい、これで挿し木の完成です。よいしょ。実際ね、どうなるかぜひ楽しみにお待ちください。うまくね、多分1週間ぐらいでね、発根してくれるんじゃないかなと僕は思っていますけど、大事なのはこの後の置き場です。どうしてもまだまだね、9月の中旬で直射日光とか日差しが強いので、絶対に直射日光が当たるところには置かないようにしてください、ね、ちょっと朝日焼けちょっと当たるようなところとか、本当に薄暗いところでね、管理していただけたらいいかなと思います。で、腰水をしていただくのもいいですし、毎日ね、たっぷり朝水をかけていただくの方、どちらでもいいかと思いますので、水を切らすだけ注意をしていただいて管理していただけるといいんじゃないかと思います。で、残りね、こちらね、このね、親株のね、草取りをしていきたいと思います。どうしてもね、蒸れてしまうとこうやって株元がダメになってしまったりとかしますので、こうやって株元ね、あ、結構蒸れてるな、取ってあげた方が絶対です。で、本来であればこれも根がパンパンなので、ちょっとね、鉢増しをしてあげるか、一回根を一回切ってね、一回リセットをしてあげるっていうのをね、してあげるといいかなと本当は思います。ただこのね、下葉のこの枯れたこのね、葉っぱ取るだけでも生育全然変わってきますので、ぜひね、やってみてください。あとはこの中のね、枯れてる葉っぱですね、本当にこれをちゃんとね、取ってあげるといいと思います。なので中をね、普段言えばこうやってね、中の芽をね、もったいないと思うかもしれないんですけど、すいてあげるっていうのもね、一個の手だと思います。そうするとこの株の中に光が入ってきてくれて、ね、また新しい新芽が株元からどんどんね、出てくれますので、ほら、こんな感じでしてあげるとね、いいかなと思います。またここから抜き切ってね、出てきますし、この黒い部分もね、この蒸れてる部分もね、乾燥しやすくなってね、カビが生えにくくなりますので、こういうふうにですね、ちょっと見た目は悪いんですけども、その後の生育が良くなるかと思いますので、もしよかったら試してもらえたら嬉しいです。エンゲージチャンネル、はい、ということで今回はサルビア、ネモローサ、カラドンナを増やそうということでですね、まず1回目として挿し木の話をさせていただきました。実際にこれからどんな感じで大きくなっていくかも見ていきたいと思います。あとですね、言い忘れたんですけども、宿根草の挿し木の時期、タイミングがとても大事です。11月とかでも挿し木することは可能だと思います。ただ一気にね、気温も下がってきてしまいます。そうなってくると地上部の生育が悪くなってしまいますので、その後ですね、管理がとても大変になってしまうので、地上部が枯れ込んだりとか生育が遅くなる植物に関しては、遅くても10月の中旬までに挿し木をして、11月になんとかね、ある程度のちょっと大きさにして、冬を迎えるのはとても大事になってくるかと思いますので、合わせて知ってもらえたらとても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいて、いいねと思われた方、ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。